結局、그리고지분가그날이카와리마시타잖아소리는뭐스키야스키니까습관이시단다아그럼그흐기히여러분안녕하세요흑이카블그그리고입니다김경식입니다흥나치가기마시타고무시가오무시가오이나기세치가나리마시타けど今日は대체가하나시타이と思いますものは外国人として聞きたい意見なんですけど韓国人と付き合ってクリック自分が変わった習慣とかを聞いてみたいなと思いますありますまあ何個かはあるよいいポイントもあるし悪いじゃないんだけどちゃんと頑張んなきゃなって思うポイントもあるし出発くふきひこれ、しくさについてなんですけど、炭水化物をよく食べるなっていうのが習慣になりました。遠距離恋愛してる時はスープだけとかっていうのだったけど、絶対ご飯を食べるから一緒に食べるようになりました。韓国ではちょっとこんなことわざがありますみたい。韓国人は밥심이야。韓国人は밥심이야。韓国人は本当、ご飯が大切。本当。私みたいな人がイコール日本人ではないけど、ご飯よりも今日ゼリーだけでいいやとかっていう生活をしてたから、チャキがよく私にパンもごっそとか聞いてくるじゃん。今もう私の方からパンもぐかそれ話してしまうぐらい。大切になったね。そうそうかも一緒に同棲して特に食べるようになったんですよだから結果として太りましたでも、まあ、優しいからデージーみたいなのないじゃんクリックは前も話したけど最近私が太ったになったら話してくださいって言ったじゃん、それで本当に太ったみたいなら話すよ、今話してもいいですか綺麗ですあなたは綺麗ですこれ話したいなニンニクの重要性をがすごく大事になった本当だこれ私本当にニンニクってチューブでしか使ったことないのにわさびみたいなマヌルを一つ買って一個使えなかった人間が今一ヶ月何個食べるの本当わー、クロコナニンニクは刻むし、するし、スライスするし、かじるし特に今私が家で韓国料理よく作るじゃなコチュジャンとかコチュカルーそれで作ってももんが韓国味がないやでもそれがニンニクやでもこれってチャギニカ韓国人はみんな韓国人は私考えでみんなニンニクが好きは好きけど今私が日本で1年住みながら特にもっと好きになった그래서제가요리를만들어도그리고다음날중요한약속이있으면안먹어요그요리를마늘とかそういうのって美容効果もいいのかなっていうのがすごい皮膚の調子がいいのそれはありがたいよやっぱりその韓国薬味使うじゃないですかああいうのたくさん食べる国だからみんな肌が綺麗なんだなっていうのはすごい思う日本人あんまりニンニク韓国より食べないんですけど居酒屋とか行ったらニンニクこのあるじゃんニンニク隣にはなんか精力にいいとかなんかそんなことがあるじゃない삼겹살을食べた日あれあの日ちょっと質問がしたいんで日本人はニンニク匂いにちょっと大切な人たちもそんなじゃないそれならクリックも私ニンニク匂いあるのマジであるあ本当にある食べてる時は全然いいんだけど寝てる時にの時のすごいニンニク扇風機みたいな別に嫌とかじゃなくてそれって夜女子じゃないよ化粧が変わったクリコの確かに確かにゲーム始まマネージュせよ옆에있어요前私ってこんなカールの人形みたいな長いまつげとこんなチークピンクちょっと可愛いメイクが多かった今は韓国の化粧品をアイシャドウとかにしてもリップとかにしても使うようになったっていうのと可愛いメイクよりもちょっとセクシーなメイクを頑張るようにどっちでも着よう一番最初に私が韓国行った時みんなから日本人みたいって言われたんだけど最近行った韓国の時は店の人に「화장실어디에요?」そしたら「わっ、はい、韓国人と思いました」って言われることが多くなったぐらい韓国사람한테그랬구나근데진짜뭔가어때요やっぱ日本人かな구독자아니근데한국사람같아그렇구나だんだんちょっと変化してきたと思うあちょっと말아말아確かに確かにヒャンスをどんな時もつけるようになりましたはあ多分これニンニクと同じかもしれん無臭が大事日本人って口からも匂いがしないし香水もつけすぎたらおじいやそれはそれはおじい気持ち悪いし匂いがあるっていうところをいいと思ってなかった今までだったけどチャギがよくつけるじゃん私のほんとほんと향수好きだから私향수紹介해야겠다가장많이쓰는딥티크
아. 두 번째는 디올 쓰긴 하는데 불가리. 프라다노 캔디. 이건 디올ですけど, 미스 디올. 차이노 오카산から 바꿨다. 私が 향수를 大切にするから, 私 彼女も 향수를 してくれたら, ありがとう. 大人っぽいっていうのに意識するようになった。韓国人と付き合って可愛く見せようみたいなよりは綺麗に大人っぽく見せようみたいなのが強くなった気がする。確かに日本の文化とかそんなのがちょっと可愛いを大切にするみんなが。そう、なんかパーカーとかも可愛いとか、モコモコしてるのよりヒールのあるセクシーなものとか。でもなんか逆に例えば韓国では友達に、私彼女やならば、いや、ちんちゃいぷだ、これが褒めますごい。 ちょっと曖昧な時、興味ね、曖昧時ちょっと乾いて話してから、子供っぽくっていうか、アニメキャラじゃないけど、ちょっと可愛いみたいに言われる方が好きな人はいるから、ママになっても可愛いみたいな人は多い。愛情表現とか、その連絡とかについてとかも同棲したらもっと変わったかなと。住む前とかは、なんか連絡もまあ今よりは少なかったから、めっちゃ少なかったし、豆じゃなかったから別に連絡しなくてもいいやみたいな感じ。今結構私の方が連絡したり、これね、愛情表現についても恥ずかしさがだんだんなくなってきた気がする。なんか人前で手つないだりするのも、前はあみたいなところがあったけど、最近はもうちょっと散歩に行くのももうずっと、そんな 感じで、日本人のカップルがそんなにベタベタはしてないから、私たちが日本にいたら若干は目立つよね。スキンシップだけで目立つじゃないな。私たち見ますよ。今画面で見ますよ。ほんまに顔が大きい。 結構韓国人の男性って、例えば森をセットしたら、くるごってっていう時に、最初は、お、かっこいいね、ぐらいだったら満足しないよね。ただ、褒める時に、今は具体的に褒めるとか、さっきのヘアスタイルはここが変だけど、これはここがもっといいとか、めちゃくちゃディテールに話すようになった。本当だ、これね。くにゃを褒めるんじゃダメなんだって思うよ。 これは本当に一緒に住んでてなんですけど、話をするよりさせてあげる。どういうこと？ヨジャニか話、マニ、ハゴシッチマン、韓国人男性は自分の話を聞いてほしい。そんなのがすごくあるから。それね、韓国人だからかな。でも、ナムジャがちょっと話が好きじゃないイメージがあるから、もともと。だから、ヨジャがわーって話してしまうけど、緊張してきたからかな。わかんないけど。あれ、でも、そんなに聞いたら、モンが私考えたイメージ的でも、日本ちょっと男性たちがあんまり話せないんかな。ちょっとクール感じがしますよ。 あれんか韓国語でもそんな人多いは多いけど、勉強式に関して言えば、話を私がするより、させる時間を増やした方がいいな。そこで、わあ、すごいとか、それでプラス褒めたら、もっと気分が良くなる。ああ、その時でも焼肉全部買いましたよ、私が。外国人として韓国人と付き合って変わったポイントについて話しましたんで、結局、クリコ自分がかなり変わりましたじゃな。それでも好き。好きにか、習慣にしたの。 あ、これ鳥肌立ちましたね。変わってくれて本当ありがとう。あにょあにょ、これは習慣だから。あ、それでも私のためクリック自分が変わったことだから。あ、いや、でも思い出さないとわからないぐらいだった。気づいたら習慣になってたみたいな。それぐらい幸せだから。うん。っていう感じ、マジでさ。感謝합니다。はい。